はい、やっていきましょう。コンバージョン3本目の動画となります。今回使っていくのはアンコモン陸系。この計略は、戦国でいうところの灼熱系ですね。統率ダメージ、今でいう知力ダメージを与えるという効果になっています。この効果は、効果時間が長いものの、武力が上がらないため、相手に乱戦されたり相手から弓攻撃を受けたりすると脆いんですが、そこはこちら闘志の遠弓効果によってカバーしていって、遠距離から知力ダメージを当てていこうという、そういうコンセプトのデッキになります。開幕は、まず、猛達で双剣を捕まえれてるので、こちら突撃を入れていって、相手の陸攻は、こちらの陸系で踏んでいって、これはいい形になりましたね。で、相手の両猛と陸攻は制圧1なので、両党をブロックできれば内乱は取りに行けそう。で、相手の歩婦人の工場は、関東の弓で止めて、これで関東が、攻めに弓を使えるようになったので、そのまんまライン上げて、関東と、陸系の弓をプレッシャーかけて相手を1回追いやって、で内乱を取りに行く形。できることなら相手の、両党に伏兵を踏ませたいっていう考えでもあるので、羅剣はなるべく両党を誘う動きでいいですね。弓兵の前を陣取れたことによって、ここで両党を撤退させれたので、相手の強心系の計略は、コストが1枚でも落ちると効果が大きく下がってしまうため、相手はこのタイミングで仕掛けることはできないので、ここはかなり強気に内乱を取りに行けるでしょう。ここはもう2発目の内乱がほぼ確定しているので、兵力の方を優先で、できることならば相手の陸攻に対して防柵を3枚とも残した状態で相手の号令を受けれれば、かなりいい形になるかなと思うので、柵は守っていきましょう。で、こちらがラインを上げれるタイミングでちょっとでも塗りを進めて、直後の連合号令を打ちたいというところ。ここでこちらは、闘志直後の連合号令で、6枚型なので、1枚は内乱を確実に取りに行くために若干切り気味に突っ込ませてもいいかなという感じですね。で、こちら羅剣は、血のりをつけているので、防柵を2発で割ることができますね。なので羅剣を柵に向かわせて、相手の陸攻を追い返して、まず内乱一発。ただこれはまだ寝かさないという感じでいけそう。相手は、号令を打つ前にダメージを受けないように闘志の一発はスルーして、確実に万全の状態で春秋の強心。強心2連打っていうのが、闘志みたいなタイプのデッキだと、まあ、速度上げて強引に遠弓長槍する前にもう潰しに来るっていうパターンをされると辛いので、柵を全部残せておいたのがいい感じですね。で、闘志は死ぬ前に、マスを塗っていって相手の内乱を止めて、ここで連環の方、聖兵防柵。ただ、攻撃の防柵の効果がバージョン 2.5 で下がりました。なので以前ほど連環の方に防柵再建つけて相手の号令をいなすっていうのはできなくなりましたね。で、ここで、陸系の火炎戦法、この計略長いんですよ。で、ガリガリ両猛が削れる。両猛は知力ダメージで削ったことによって一部隊集中させて、相手の増援を打たすことに成功。で、相手は2回目の、春秋の強心。連環の方も今回のバージョンアップで短くなっているので、防柵連環は以前ほどの信頼感ではなくなっちゃいましたね。もうここで切れてますし。
いやーちょっとあれですね、僕は結構今まで連環の方を使う機会多かったんで、これ大丈夫か今バージョンっていう感じですよね、感じですね。っていうところで、まず羅剣が兵力2割ぐらいのところで可兵戦法武力プラス10ぐらいかな、武力10ちょいですね。ただ、両党が当ててきて、両党の当て身などで、3部隊で一気に集中攻撃を受けて羅剣を落としてしまう、これはまずい。まず相手の両門を撃破、歩夫人を撃破で、相手の双剣が工場術なんでできることなら止めていきたい、ここはもう武力ちょっとでも上げましょう。で、遠弓で、陸光を追いつつ武力上昇で双剣の工場術による工場を止められればいいですね。で、こちら陸系の、与えるダメージは、弓ダメージでも、乱戦によるダメージでも、知力ダメージが発生します。ちなみに今陸光に入ったあの炎のエフェクト、あれが知力ダメージを与えている証拠になりますね。ボってやつですね。で、ここで張翼と闘志で張り付いて相手は、両刀でブロック。削れる削れる、そう陸系まだ続いてます、効果時間長いんですよ陸系強い。両刀を撃破、これで相手は強し復活しても強振が打てなくなったので、ほぼこれで勝ちかなというところでしょうか。できるところなら落城を狙っていきたいですね。ではここまで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。も集まりな。君たちが倒れるよりは後期止め、大丈夫、そばにいるわ。そこだ！
この方位と結束崩させはしません。返答をお聞かせ願います。集まりな。